サッカーファンにはおなじみのこちらウェンブリースタジアムで連日熱戦が行われています。ロッカールームなどを通して他の選手への感染を心配する声もファンからは上がっています。スコットランドのギルモア選手は21日新型コロナの陽性判定を受けたことが判明しました。18日のスコットランド戦でギルモア選手と接触し濃厚接触者とされたイングランドの選手2人も10日間の自主隔離となりました。一方、イギリス政府は22日準決勝と決勝について最大6万人以上の観客を入場させると発表しています。入場には陰性証明かワクチンの2回接種の証明書が求められます。